カルロピアナは弁護士であり、フリーソフトウェア運動の支援者でもある。イタリアで弁護士資格を得た後、1995年より IT 法に関する業務を行っている。彼の業務内容は、ソフトウェア、技術、標準化、データ保護そしてデジタル的自由に関するものにおおむね集中し、またフリーソフトウェアファンデーションにヨーロッパの法務顧問として外部より招聘されその職務に、 ついている。ピアナはヨーロッパにおける基礎となるいくつかの訴訟に関与しており、その中には次が含まれる。彼がフスフとサンバ開発チーム両者の法的代理人として関わった欧州委員会とマイクロソフトのハントラストをめぐる長期にわたる法廷闘争、ISO、IEC における OX 丸の標準化についての議論、そしてつい最近は3倍周期とにかかり、 オラクル側の弁護士に就任した件である。ピアナは、インターナショナルフリーオープンソースソフトウェアロー、レビューの編集委員であり、プロトコルフリーダムインフォメーションファンデーションの代表取締役を務める。2008年、彼は、アレイという名前の IT 法弁護士の小規模な集団を結成しそのリーダーを務め、フリーランスでの IT 法に関する弁護士活動を打ち立てている。 ありがとうございます。